神戸高速線は兵庫県神戸市兵庫区の新海地駅から港側駅に至る神戸電鉄の鉄道路線である。全区間にわたり、神戸高速鉄道が第三種鉄道事業者となっており、神戸電鉄が第二種鉄道事業者として列車を運行している。神戸高速鉄道としての路線名は南北線であり、2010年9月30日まではこの名前で営業されていた。 ありませんのターミナル駅となっていながら他線と連絡していなかった港川駅と直結構想があった阪神、阪急、山陽電鉄の各線を接続するために神戸高速鉄道により建設された路線である。全線は地下線となっているが、もともとは高架線で国鉄神戸駅に接続する計画であり、1949年には、 神戸電鉄がこの区間の免許を取得していた。しかし、高架線で都心部を分断する計画となっていたことに、加え、地下線に変更した場合に、神戸駅まで接続するのが、技術的に困難であることから、最終的に、新開地駅で各線と接続する形態へと、改められた。免許取得から1968年の開業まで20年、近い期間を要したのは、 これが一つの原因とされている。神戸高速鉄道は第三種鉄道事業者として南北線を保有し、神戸電鉄が第二種鉄道事業者として列車を運行している。すべての列車が有馬線や青線と一体的に運行されている。阪神、阪急の神戸高速線とは期間が異なり直通運転はできない。ありがとうございます。